ファミコンソフト大選集。どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム覚醒21章の続きやっていきたいと思います。前回ね、このスライムにねやられそうでしたね。はい、続きやっていきたいと思います。いくぞ。やばい、ベルベット。逃げるぞ逃げる。タブヤンが死にかけたんだよね。危なかったな。後ろからルキナ頑張って。とにかく進んでいくしかないからな。ここに扉があるね。あ、これ下ろすとスライムにやられちゃうかな。大丈夫だ。撃て撃てい。セレナはまだまだ成長期。技の叫び。どうしよっかな。リライブでは回復できない。リカバー初めて使うかも体力全開。流星かっこいいね。三代目みたいだね、流星かっこいいぞ。聖なる弓、鋼の弓。あ、倒せないのか。それでもすごい体力ですね、これ。こいつ。そしたら、ここ、特効薬使おうかな。で、タブヤンのダブル攻撃をなんとか。やっぱり横にタブヤンがいると全然違うね。滅殺出た。おはようございます。滅殺でーす今日の一発目、滅殺。万能鍵、クロームは追いつかない。やっぱり予想通りスライムが増えていく。避けろ。よーし、大丈夫。シンシアちゃん避けれる。よーし、スライム恐るべし。あー、ナイスガード。怖かったーこれ。アンナちゃん早く取って、宝箱リザーブ、すげえ。あ、傷薬しか持ってないの、まずいな。
くー、せめて調合薬持っててよ。ちょっと輸送隊から、輸送隊？輸送隊にあるかな。ちょっと交換、物交換でクロームから借りましょう。特効薬すまんね。でシンシアちゃんが運んでいく。邪魔あら失礼。クローム行け。エアリー、あ、やっつけられない。こっちか。強いな、一人一人が。防衛ラインを作りながらね。ウラケンファルシオン、かっこいい。子供たちは全然成長していくね。大人はもうね、成長が止まってますよ。どうしようかな。ドニちゃんがやるか。斧も使えるようになったからね。太陽、太陽ってヒットポイント回復。お、ティアもすげえな。もう夫婦で S ランクダブルだね。ドニーちゃんとこは。あとは、あとはここに、あ、こいつもスライム使うのか。リザイア、いやだな。さっさとあいつやっつけたいね。にはいるのか、スライム。あ、いるのか、ここにも。くぅ。あ、2匹いる、スライム。ちょっと、流星に行かすとこ、先に。あ、ウードが万能鍵持ってるね。弓二人行かせてと。応援。どうしよっか。タブヤンとか、万能鍵持ってるからな。あ、でもこいつ倒さないと。倒せない。剣殺しの剣。危なかった。よし。よし。ウードは。一人でいいか。よし、移動移動。それはまずい。終わった。そんな増援出てくんの。もうベルベット死んだやん。
き残れる気がしねえ。うわ、おお、ラッキー、生き残れるか、奇跡的に。あそこから増援ってもう想定外だよ。お、アンナちゃんナイス。うちの盗賊避けてくれるね。よし、ウード行かせてよかった。おお、かかってこい、ウード守ってやれ。おお、ナイス、ついてるぜ、今日はついてる。あ、よかった、生き残った。しかしちょっと場所が悪いぞ、みんなの、みんなの位置が。これはやばい。ここ。アンナちゃんはダブルで逃げる。これ。ベルベット逃げろー。待機。上、救出に、あ、こっからもでも増援出てくるもんね、多分。まずいな。このスライムやっつけたいんだよね。グレゴいける？一人で。あ、無理か、流星でも。参った。これは忙しくなるぞ。絶対ここ出てくるやん。手やりで待機か。クロムの、クロム親子に任せよっか。太陽装備。絶対ここ出てきそうだからね。一個足りない。一個足りないよー。ウードだな、ここは。あれ、はいねー。めっちゃ守備的な。こうしないとね、ちょっと命に関わりそうなんでね。セレナ一人でいける？あー、これダメージ受けたら嫌だけどな。こっちにしようかな。惜しい、倒せない。あ、スライム一匹だけ？よし、まだマシだな。避けろ。うわー、痛い、それは痛い。グレゴの命に関わりますよ、これ。スライム撃たれたら。俺がついている。そこはさせるか。親子の絆。一気に決めろ。いた。ありがとうございます。
ず一人。避けろ避けろ。おお、必殺54%と恐ろしい。避けろ。あ、さすがにダメージ受けたか。おお、セルジュナイス。久しぶりに活躍。弓で裏上がった。おー、1ターン1ターンが怖いね。スライムがどんどん増えていくもんね、これ。ほんで まず宝箱の扉を開ける。交代。カンナちゃん急げ。そして後方の憂いを断つ。銀の剣。まず一人。太陽では倒せないかな。ブラケンファルシオンと太陽一緒か。ほう。命中。怖くないね、全然。そんなもの振り回されても怖くない。こっからみんな動けないっていうのが困るよね困るなぁ。セレナ経験値めっちゃ増えるからね。ドニちゃんの娘だから。ドニちゃんをやっつけるか。おお、やっつけれない。強そうだ。よーし、よくやった。おお、ほほ、強くなる。でここにちょっと誰か止まらないとね忙しいわー。リブロ。こうだね。はみんな動けず。グレゴーは次に行きましょう。はい、待機。うわー、またスライム一匹増えた。スライム攻撃力あるんだよね、一発が当たったら。片付けましょう。あー、当たった。くー、当たった。リブロ届く。アンナちゃんスライムに負けず宝箱取れ、命がけで。お、金塊大。よし、さてさてどうする。あ、倒せないか。倒せないなら下ろすか。二人行かせて、もうこれ役意味ないもんね。ベルベット、宝みんな取ったから。階段にみんな
殺すと。誰か傷薬持ってない？持ってない。あ、持ってる。ティアモ、ティアモ交換して。特効薬もったいないからね。タブヤンは全身しようかな。グレゴがここに乗ると。ふぅ、え、そんなとこから増援？びっくりするわ、もう。階段から出てくるね。痛い。うわ、参った。あー、死ぬ。タブヤンが死ぬ。怖いなぁ。ちょっと倒しに行きたいなぁ、もう。逃げるしかないんだよね、これ。まあ、いったなぁ。ここの扉開けられるのか。どうする？こっちから行くか。スライムの弱点は近距離攻撃だね。聖なる弓。たわいもないな。ふん、たわいもないな。ガイアの高級菓子。特効薬使うか。グレゴ一区で行って倒して。接近戦でミストルティン。変える。よし、この壁は確保したぞ。ここで前線で特効薬使う。あ、装備変えるの忘れた。まあいいか。まいったな、ここ。誰か回復する？いないね。みんな回復してる。ベルベットとちょっとダブルにしようかな。自分自身を回復できない。まいった。ルッキーなんかここで。しょうがないね、ドニちゃん。ドニちゃん待機するしか。留守番ですよ。ああ、また出てきた。再現ないよ、これ。早く敵将を倒さないと。急いで進軍しよう。タブヤン、唇を切ってくれ。剣殺しの剣。うわ、増援が来た。
さあボス倒しに行きましょう。敵将撃破ですからね。ボルトアックス、威力が高いほど強い。雷の魔法、魔力が高いほど強い。なるほど。強そうだな。くー、どうしようかな。増援を気にしてたら増援が来るもんね。なんのこっちゃわからん。こいつらちょっともう、こいつらに追いつかれないように逃げましょう。サンダーソード、あー足りない。よーし、DR。ここに待機と。ドニちゃんは届かない。ドニちゃんダブルで、あ、ダメか。しんがりにした方が良かったのかねえ。誰かが犠牲にならないとこれきついな。とりあえずこの人逃げるしかないね。応援、シンシアか。禁止は逃げよう。応援、ここに待機かな。ティアモとドニはで、こっから出てくるのが嫌なんだよね。勇者の距離もちょっともったいないけど、もったいないって言ってられないからね。もう21章だからね。使っていこう。でブレイゴちょっと応援、お互い応援。でタブヤンとク待機、聖書ナーガ、うん、ボルガノンでいいだろ。あ、ダメージ受けるのか。こっちにしようかな。じゃあ、おお強い。往年の名コンビ、さあかかってこい。増援出てくるな、まだまだ。敵将さえ倒せればいいんだ。おお、じっ突っ込んできたボス、マジか。ヒヒヒ、ペレジアの果てなき怨念存分に味わったか。ここが逃げ道の終焉へ呪われた死を与える場所よ。マジか。わあ、ナイス。おごらせました2人で、よかった。なんとかクリアしました。よし、もうすぐだ。あそこから脱出。うわぁ。断る。
うわぁ、タブヤン、そう、うわぁ、タブヤン、お前何を、これは何よ、大丈夫か、タブヤン。すまない、炎の台座を。いいか、必ず取り返す。ああ、分かった。なんてことだ。最後までご視聴ありがとうございました。次回5つの宝玉どうなるのでしょうか。次回もお楽しみに。大丈夫だ。おうぞ、タブヤン。